神道無双龍寺より、神道無双龍寺寺術は約400年前に武僧権之助勝吉により創始されました。権之助は神道流の達人であったが、宮本武蔵との試合で一流の十字止めにかかり、押すことも引くこともできずに敗れ、以来諸国を転籍して工夫に専念、祝前宝満山の蒲田神社に避難参道して満山の夜、夢に老子が現れて、マグキを抜きで水月を知れとのご神策を伝えた。権之助はこれをもとにさらに工夫を重ね、ついに十字止めを破ったと公表され、東流は福岡古田藩に連綿と伝承したが、その後二藩に分派して幕末まで伝承し、明治時代に統合されて現在に至る。武器は長さ420インチ、直径8分の平凡な樫の棒、これが一度応じて動けば疾風のごとく純烈無類の武器となる。武は内に通して外に示さず、の心を内蔵するものと聞いた。行きますよ。
版では五色に描かれたこと、そしてその後小さな木のお皿を2枚重ねた中に五色の切り紙が入れてあるお皿の的、この2種類の的を置いてまいります。午後1時から神奈川県鎌倉を本拠に活動している公益社団法人大日本キューバ会武田隆一門によって山